はい、こんにちは、ブルホスです。もう前回なんかね、やられたこともないようなやつにやられたっていう悔しさが残ってね、もう本当にもう悔いが残って仕方なかったんですが、まあ仕方ない、あれが自分の実力だということで猛省をしてですね、今回はもうちょっとね、遠慮しない、手加減しないということでやっていきたいと思います。引いていってまいります。さあ、シュリー隠れてなさい。やられ方をするとは思わなかったね。あんな貫かれ方するんだね。あんな残酷な殺し方は村長思ってたなんてのことちょっと知らなかったんでね。いやー、やっちゃいましたわ。マジで悔しかった。くそー。ということで、リベンジマッチやっていきましょうか。村長ね、こうなんか現れ方すごいかっこいいんだよ。なんかスニーキングミッションみたいな感じでね、スッと現れるからね。ところがまあ実際にね、出てきてみたらなんか鳥なのかよくわかんない生物に変わっちゃうというね、なんかちょっと残念フェイスって感じだよね。うん。ここまでかっこいいのに、爆発した瞬間にね、なんかね、ぬーんとかって声がまずダサいしね、よく喋ってる声もよう分かんないしっていうディスをしとかないと、なんかあの自分が負けたという事実を認めたくがないゆえに、なんか情けねえ、くそー。まあまあ、そんな話もねしつつね、はい、ということで、まあリベンジマッチですわ。終わりだ、バーンっていうね。いやー、悔しかったね。悔しかったというかね、悔しいって話じゃないけど、この間じゃねえな、昨日か、おとといか、ちょっとやっちまってね、普段のどっちとかに、まあ、料理を僕がしてるんですよね。夜ご飯とか昼ご飯とかっていうのを、まあ、平日はね、奥さんが、僕が夜遅いっていうのがあるから、やってくれてはいるんですけど、まあまあ、そんな感じですよね。こいつね、実はね、焼夷弾2発ってやれるんだけど、確かこの段階でも焼夷弾2発って言ってたと思うんですけど、まあまあ、ここからじゃあ、正々堂々戦ってやるよっていうね。で、それはいいとして、なんだっけな。あ、そう。そう、料理してたんですよ。料理してたはいいんですけど、ちょっとね、やらかしてね、かぼちゃを切ってたんですよ。ほうとうって皆さんご存知で、山梨県だったかなの、味噌をベースにしたお鍋っていうのがあって、やべえ、貫かれる。味噌をベースにした、お鍋があって、で、それを作るときに、まあ、人参とかね、かぼちゃとか、割とその比較的切るのに若干固めの野菜を入れるんですよ。煮込むのにちょっと時間かかってるんですよ。そのかぼちゃを切ってるときに、皮硬いじゃないですか、かぼちゃって。なんか、ね、緑色の部分で。その皮を、その皮を切ってた時に、両手でその包丁をこうグッとしたら、それがちょうどね、その先端っていうの、なんて言ったらいいのかな、そういうの、包丁の柄先っていうのかな、が小指をね、思いっきり深くザクッてね、皮分くらいザクッていっちゃってね、もうなんか見たことのないような血がピューって出てね、いってね、ちょっとあれやっちまったわーと思って、その初めてなんですよ、その包丁で、ピーラーとかで勢いよく、薬指のなんか関節あたりをね、サクッといったことはあるんですけど、包丁で自分の指を切ったっていう体験をね、初めてだったんで、痛かったし、シンプルにびっくりしたし、なんか骨もゴリッといったから、シンプルになんか打撲的な感じでも痛いし、あと本当にびっくりした。切れたみたいな感じで。じわじわ来るわって。で、やっぱりでも、彫刻刀とか、カミソリとかで自分のこと切ったことはあるんですけど、まあ、そっちの方がね、血はね、ずっと流れてたからあれなんだけど、血の出方がね、なんかピュッって感じでたから、すごいびっくりしたね、本当に。だから皆さん、料理するときは、本当に指は丸めてください。だからよく、小さい、こう、子供とかが猫の手作ってやりなさいとかって言うじゃないですか、親御さんが。あれマジで真実だと思いますよ。あれやらないで手を伸ばしながらやったとしたら、多分普通にピッていくと思うんで、だからお子さんとかに今後やられる方とか、普段自炊されている方とかに関しては、もう絶対に、ね、お子さんのから目を離さずに、かつちゃんと猫の手を作ってやりなさいっていうことをこう徹底させて、料理をさせるっていうことをした方がおすすめじゃないかなというふうには思いますね。あれはまあ痛かった、びっくりしたわ、本当にシンプルにびっくりした。あ、しまったな、弾を装填してからマシンピストル入れ替えるべきだったね。もういいや、諦めます。ということで、はい、アシュリーちゃんがやってみましたんで。で、アシュリーもびっくりするように、外でさ、待ってろって言ってたらさ、なんかさ、あれ、村長入ってくみたいなさ、感じで、村長入ってったなと思ったらさ、中でボーンってさ、爆発してさ、で、うわ言ってるのが中から聞こえてきたらさ、本当にどうなってんのって、まあ、レオンが出てきたからね、IOK だけで、外で待ってとしたら、もう爆発しそうな感じになるよね、気持ち的にはね。
ということで、もうここまで戻ってきましたんで、もうさっさとね、行ってしまおうと思います。このチャプター多分もうあとどうだろうな、 4,5 分で終わるんじゃないか。普通に城に入ってムービー終えて終了点々っていう感じで行こうと思いますので、今お城見えてたよね、ちらっと。ここからお城見えるんだよね、実はね。はい。で、帰りはね、特に敵が出てくる分野とかっていうのはありませんので、スッとシンプルに、ね、戻っていきたいと思います。こんな風の強いところだったらラッシュにめくり上がりまくるだろうな、普通にな。でも普通に2人ともさ、その何、スキー場のリフトみたいにさ、こうお腹にそのバーを抱えてとかじゃなくてさ、単純にさ立ってるしさ、あんな渓谷だしさ、風がビュンビュン吹いてるからよく飛ばされないで、あんなさ微動だにせず立ってられるような、あれすごい不思議だよな。すごい不思議というか体感がすごいよね、2人のね。ということで、ハンドガンか何だったかちょっとまだ残してたはずなんで、それを回収してから戻ろうと思います。あったあった、これだね。よし、じゃあ行こうか。いやー、痛いんだわ、びっくりしたね。あれは本当にびっくりしたね。ただ出来上がったほうとうはめちゃくちゃ美味しかった。ほうとうってそのなんかうどん細麺、まあなんだろうな、あれも好みなのかな、麺で うどんを入れて食べるって書いてあったんですけど、まあ僕らはその中華そばを入れてね、普通に食べたっていうところで、まあね、デフォルトのね、なんか自分がデフォルトでやられてるようなやつからね、やっぱ逸脱してね、自分たちが食べたいと思えるものを美味しくいただけたらそれでなんだかんだいいしね、逆にそのなんだろうな、自分が作っアレンジして作ってみてまずかったら、あ、やっぱりデフォルトの通りに行った方が良かったんだなっていう反省にもつながるんでね、それもそれでいいんじゃないかなと思うんですけど。ということで、トラックが突っ込んでくるということなので、バック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 、あれ面白いよね、上がれろって言ったらすごい、はい、おお、今のなかなかいいシーンがありましたねと言いつつも、はい、じゃあ戻っていきましょう。でこれね、後ろ向きながら行ってると追加の敵が現れないで済みますんで、このまま下がっていきたいと思います。あー、ちょ、待って、あーはー、いやー、ものすごい現れてきた。いやー、やらかしたな。あー、しかもさ、こうさ、なんかうじゃ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 湧いてるよね。はい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 、下がって下がって、あれ、アシュリちゃんおいで、ちょっとスペース作って、スペース作って、ほいほい、キック、オッケー、はい、バックバック、下がって下がって下がって、これはとりあえずでも俺、いや、こっちもいいかな。OK。OK。じゃあ、これでまとめてやることができましたんで、あ、まだ、まだ、ちょっと待って、まだ、うにょうにょさん生きてるね。どうしようかな。これでいいかな。はい。めっちゃ反応が止まるんだけど、一発一発のね、なんか、死のしておける弾数っていうのが少ないよね。バイオ6の場合、面白いよね。その、弾数をおそらく多く使うであろう、ハンドガンじゃなくて、マシンピストルじゃなくて、なんだっけ、サブマシンガンの方がさ、1スロットあたり60発しかしまい込むことができなくて、まあ、使用頻度が高いからっていう理由なのかもしれないけど、ハンドガンが150発しまい込めるっていうね。まあまあ、でも結果的にね、これ下がりながら、じゃあ普通に敵倒すことができたことで、まあ、金も稼げたし、なんだろう、この樽も安心して壊すことができるから、まあ、結果オーライということで進んでいきましょう。はい。ねえ。そんな感じするよね。さてさて、じゃあもう間もなくムービーにも入るというところで、入ったね。はい。プロケイスケですか？って言ってるよね。誰だよ。アシュリー、すぐに。いつも思うけど、こいつらなんであともうちょっとっていうところでさ、これさ立ち止まるんだろうね。そんなことやってる暇があったら、okay. さっさと登ってね、襲ってくればよかったと思うんですけど、一歩遅いというところですね。意外とね、距離あるんだよね、これ橋まで、ね、上がりきってから、うわー、たどり着けなかったくそーってね、あー、はい、くそーってまあ、城に追い込めてからえっかーとか言ったりしてね、はい、ということでね、なんとか無事にチャプター2の3もクリアすることができたということで、本チャプターはこの辺りで終了とさせていただきたいと思います。次回、お城編スタートしますんで、またお楽しみください。ということで、チャンネル登録とね、グッドボタンもいただけると嬉しいです。ということで、本日は最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。